どうもアバンディエンというわけで本日はこちら長浜屋さんにやってまいりました。それでは今日も行ってみましょう。さあというわけで今回も懲りずにやってまいりました。博多豚骨ラーメンのお店たくさんございますけれども、こちらの長浜屋さんは深夜まで営業されているということもあってか、おつまみ系のメニューが充実していた印象ですね。そして意外だったのがカップルの方のお客さんも多かったということですね。果たしてどんなラーメンなんでしょう。それでは現場の竹永さん。はい、というわけでこちらのチャーハンセットに味玉トッピング。ガツッとくる豚骨の風味もありながらあっさりとしてて、万人に好まれるタイプの豚骨だと思いますね。塩コショウの効いた濃い味付けのチャーハン、美味しいですね。はい、それではこちら味玉いただきましょう。はい、というわけでこちら完食です。わけでいただいてきましたけれども、シンプルな豚骨ラーメンで深夜まで営業されてるということで、特にこだわりがなくて、とにかくリーズナブルでお腹いっぱいになりたいなーっていう時に最適なんじゃないかなって思いましたね。というわけで皆様もご興味ございましたらぜひチェックしてみてはいかがでしょうか。以上こちら長浜屋さんよりお送りいたしました。ご視聴いただきましてありがとうございました。バイ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